こんにちは、害虫防除技術研究所です。今日は株式会社糸水さんのマタタビ抽出液を使ってマウスに対して蚊よけ効果があるかどうかを実験してみたいと思います。こちら無処理区対象区とします。これは水が入っています。水道水です。これを少し吹きかけます。はい、水をスプレーしました。無処理区対象区ですね。水処理です。はい、こちらがマタタビ抽出液、天然マタタビと書いてありますけど、こちら処理区ですね。でプッシュします。はい、吹きかけました。水滴がついてます。この2匹のヘアレスマウスを50匹の蚊が入ったアクリルボックスに入れます。では実験をスタートします。スタートしました。はい、無処理の方に1匹止まりました。6分経過しました。無処理の方、3匹ですね。マタタビの方も3匹です。6分半経過しました。無処理1匹です。またたび4匹ですね。7分経過しました。無処理0、1匹です。無処理1匹。マタタビの方4匹ですね。7分半経過しました。無処理0です。マタタビの方は2匹ですね。8分経過しました。無処理は0です。マタタビの方は2匹です。
8分半経過しました、無処理ゼロです。また旅の方は2匹です。9分経過しました。無処理1匹です。また旅の方2匹です。これはマウスが自由に動ける状態ですので、もちろんマウスが振り払ったら蚊も逃げるということですね。はい、9分半経過しました。無処理2匹です。また旅の方も2匹ですね。10分経過しました。無処理2匹です。また旅の方もまた旅の方は1匹ですね。1回目の実験終わりましたけれども、もう一度この同じ蚊を使ってマウスを隣り合わせに置いて、蚊の膠着数を見ます。はい、スタートしました。右側が未加工ですね。30秒経過しました。未加工1匹、また旅処理区3匹ですね。1分経過しました。無処理1匹、また旅処理区5匹ですね。1分半経過しました。無処理2匹、また旅処理区6匹でしょうか。あ、裏に止まってますので、あ、7匹ですね。2分経過しました。無処理が3匹。また旅処理区2匹ですね。2分半経過しました。無処理は3匹です。また旅処理区2匹ですね。今止まりました。
3分経過しました。無処理区2匹また旅処理区1匹ですね。3分半経過しました。無処理区1匹また旅処理区3匹です。4分経過しました。無処理区2匹また旅処理区3匹です。4分半経過しました、無処理区2匹また旅処理区3匹です。5分経過しました。無処理区が4匹、また旅処理区2匹です。5分半経過しました。無処理区4匹また旅処理区1匹です。6分経過しました。無処理区4匹また旅処理区0です。マウスが移動しようとしています。あ、無処理区5匹ですね。無処理区5匹また旅処理区0です。はい、6分半経過しました。無処理区4匹また旅処理区0です。7分経過しました。無処理区が4匹また旅処理区0です。7分半経過しました。無処理区が4匹また旅処理区0です。
8分経過しました。無処理区が5匹です。またたび処理区0です。経過しました。無処理4匹、またたび処理区1匹です。9分経過しました。無処理区4匹、またたび処理区1匹です。9分半経過しました。無処理区2匹、またたび処理区1匹です。10分経過しました、無処理区2匹ですね。無処理区2匹、またたび処理区2匹です。終わります。実験が終わってマウスをアクリルボックスの外に出しました。蚊に刺されましたが元気にしています。またたび抽出液を使ってマウスに対する蚊忌避試験を行いました。このマウスを幅60センチのアクリルボックスに入れまして、同じ箱に入ってますので、30秒ごとの膠着数、蚊の膠着数を記録して、その延べ膠着数で、そのどちらのマウスに蚊が止まりやすいかどうかというのを判定しました。1回目はマウスを非常に端と端に離しておきましたけれども、またたび処理の方が、39匹、無処理区の方が45匹でした。蚊の6匹分またたび処理の方が少なかったですね。2回目はこの2頭のマウスを隣り合わせにくっつけておきました。2回目の結果はまたたび処理の方が37匹、無処理の方が59匹でした。2回の実験ともに、またたび処理の方が無処理区より少ないという結果になりました。